はい、じゃあブレイクスーツアーですで、こ回なんですけどたくさん食べても太りにくくなる習慣5選をご紹介していたいと思いますというわけで、早速行きましょうたくさん食べても太りにくくなる習慣1つ目は、毎日の食事を高タンパク食にするということです。オクソーライ研究で、プロテインレバネジ仮説というものがあり、これは、人は1日のタンパク質の必要量を満たすまで食事を取ろうとするというものです。これは言い換えると、タンパク質摂取量が足りてさえいれば、食欲は抑えられるということです。実際、指導医内科を行ったメタ分析では、タンパク質の摂取量が増加するほど、総摂取カロリーは減少する傾向は見られて 報告されております。実際僕も毎日朝食事を高タンパク食に置き換えるようになってから、間食をすることはほぼなくなりましたし、何より3食はガッツリ食べても OK なので無理せず続けられる点がおすすめです。具体的に高タンパク食の例を挙げると、鶏ささみ、魚介類、卵、納豆、豆腐などに含まれているので、ぜひ積極的に取っていただければと思います。ただタンパク質と言っても、例えば乳製品に含まれているタンパク質と大豆製品に含まれているタンパク質は働きも違うし、消化吸収にかかる時間も異なってきますので、是非とも小屋の食材をバランスよく取っていただければと思います。また一日当たりの適正な タンパク質摂取量は体重 1kg あたり1.5から 2g 程度のタンパク質を摂るといいらしいので、例えば体重60キロの人は90から 120g を目安にタンパク質を摂取してみた。いかがでしょうか？というわけでどんどん行きましょう。たくさん食べても太りにくくなる習慣の2つ目はお腹が空いてから食べるということです。太っている人はお腹が空く。前にポテチなどを食べてしまうことが多いです。一方で太らない人はお腹が空いてから規則的に3食摂取しています。とはいえ、空腹には抗えないという方々に、やはりお勧すすめなのがお腹が空いたタンパク質を摂取するというものです。ちなみに僕は夕方に。 でも小腹がついてしまったときは、プロテインを飲んでタンパク質を摂取することで、食欲の暴走を抑えるというマイルールを設定しておりますので、ぜひ皆さんも実践してみてはいかがでしょうか。今日明けでどんどん行きましょう。たくさん食べても太りにくくなる。習慣3つ目はよく噛んで食べるということです。九州大学が40歳以上の糖尿病の診断が出ている。日本人5 9 7 1 7名を対象に6年間にわたって追跡した。観察研究によると早食いで食べる人と比較して、普通のスピードで食べる人は29%、ゆっくり食べる人は4。2%も肥満になりづらい傾向が見られました。したがって例えば。 30回目安によく噛んで食べるようにすると満腹中枢が刺激されて食事量が抑えられ、ダイエットに繋がるかもしれません。というわけでどんどん行きましょう。たくさん食べても太りにくくなる。習慣4つ目は基礎代謝量を上げるということです。基礎代謝量とは生命活動を維持するために、体内で自動的に消費されるエネルギー量のことです。つまり、基礎代謝量を上げることができれば、たくさん食べても太りづらくなりますし、さらに病気にもかかりづらくなったり、肌や髪の毛にハリツヤが出やすくなったりします。基礎代謝量を上げるためにおすすめの方法は次の3点です。1点目は筋トレです。筋トレといっても。 買う必要は一切なくて、自重トレーニングだけで全然 OK です。筋トレは何日か空いてしまうと習慣が途切れてしまうので、今日は腹筋。今日は腕立て伏せと鍛える部位を変化させることで、毎日継続することがおすすめです。2点目は湯船にしっかり浸かるということです。湯船に浸かると体温が上昇し、血流が良くなるので、シャワーしか浴びない人とは雲泥の差がつきます。3つ目は早起きです。早起きの人、遅起きの人と比較して1日の活動量が増えやすくなるので、これも基礎代謝の向上につがります。今日だけラストたくさん食べても太りにくくなる。習慣。5つ目は食事。 取るということです。カイザーファーマネーターが約1,700人を対象に実施した調査によると、食事内容を記録させた被験者は記録させなかった被験者よりも2倍も減量に成功したという結果が得られております。で、も毎日の食事を記録するのは面倒だという方々にぜひおすすめしたいのが食事管理アプリアスケンです。僕は毎日のボディーシープのためにアスケンを利用しているんですが、アスケンは食べたものを入力するだけでタンパク質をどれぐらい取れているかは分かったり、自身の基礎代謝ごとにダイエットのためのベストな食生活を提案してくれるのでとってもお気に入りです。特に僕のオススメは画像解析とバーコード機能です 外食をした時に料理写真を撮るという方々も多いと思いますが、アスケンは料理写真をアプリで読み込むだけで簡単に食事記録を取ることができます。さらに、コンビニやスーパーなどの市販の食品もバーコードを取るだけで記録できるので、めんどくさがりいいのを僕でも毎日継続することができています。特にアスケンアプリの栄養士、ミクさんはとても可愛いので、彼女に脂質を取りすぎですよと泣かれてしまったら、今度こそは笑わせてあげたいという思いから自己管理がはかどります。僕は毎日の栄養バランスにはかなり気をつけているつもりでしたが、実際にアスケンで記録してみると多くの改善点が見つかったので、特に ダイエット目的ではなくとも自分の食生活がどれだけ乱れているかをチェックするだけでも面白いのでまずはこの動画の概要欄から無料でダウンロードしてみたらいかがでしょうか。最近ではスマホで全身写真を撮るだけで3サイズ二の腕、ふくらはぎの5箇所を測定できる AI 体形測定機能が実装されており自身の体型チェックをしてみるだけでも本当に楽しいのでおすすめです。というわけでたくさん食べても太いねくなる習慣5選をまとめるとこちらのようになります。まずはスレイ、高来高寿と、ああもちろん嬉しいです。はいご視聴あました。